とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、新しい防具入手しました。というよりも、もらいましたね。フルメタルの、欲しかったやつですね。無防変性ですね。黄金にクールダウン。で、エンチャントがヘルスシナジー無防ポーションバリア。かなり理想的だと思います。これのね、263が欲しいのよ。でも出ないんだ。263のこのセットが欲しいんだけども、まあ出ませんね。はい。まあとりあえず251、これで使ってみましょう。使い心地はどんな感じでしょうか。それでは行きましょう。鉱山ですね。炎の矢のみになって、火傷を持ってます。で、モブが、炎の道。っていうやつですね。まあ、比較的簡単なところだと思いますけども、ちょっとね、難しいとこ行っても多分無謀はね、難しいんだ。あ、でも、ヘルスシナジーしっかり回復するね。うん。あ、でも、モーションバリアが切れると多分ね、一気にやられると思うんだ。うん。炎の道でこのダメージだから、多分相当食らう。これはちょっと注意して、やっていきましょうか。よっしゃ。確かにね、一発一発の攻撃力の重みはすごくなった。うん。7万ぐらいだったんだよ。あ、700万か。一発で与えるのが。それが、確実に900万いくようになったかな。うん。シナジー入れなくても、700万。で、シナジーを入れると、確実に1000万近くのダメージを与えれるようになってますね。攻撃力がね、確かに、バカみたいに上がってる。うん。あっぶね。トロッコで死ぬからね、これ。注意しとかんと。よし、ちょっと待って。まずここを倒そう。あ、火力すごい。火力がすごい。うん。で、何がつく？ナイトモードか。ここでナイトモード結構きついな。うん、まあまあ、とりあえず進んでいきましょう。とにかく火力が、すごいね。ここまで上がるかっていうぐらい、火力が爆上がりしてます。まず、敵を倒しまくろうか。ポーションバリア切れると多分速攻で死ぬから、まずは処理からいきましょう。 OK、 いいよ。あ、やばい、あっちがやばい、死にそう。一発食らえば死にそう。あ、でも火力とんでもないよ、すごい。あ、やっぱりこれのね、263は欲しいね。これは強い。火力は、263でも、251でも、一緒だもんね。うん、その火力を体験しようと思ってやってるんですけど、すっごい。とにかく強い。ここまで変わるか。そうだよね、1.8 倍だからね、攻撃力が。1.8 倍となると、やっぱり、全然違う。ちょっと待って、いるか？あ、いないね。キャプテンはいないっぽいです。このまま先に進んでいきましょう。えぐ、火力がとんでもない。 60% でしょ、確か。減るのが確か 60% ってなると、190万の 60%。あー、低いね。70万ちょっとか。263の装備で 75% ダウンクエスト、あれをやってるのと同じ感じか。300万あればね、 60% 減っても100万以上、120万か HP があるんで、結構安定するんだよね。やべ、死ぬ。いや、これね、使ってみるとほんと欲しくなる。263のこれがほんと強いよ。や
ぱい。アーティファクトシナジーとの相性がいいんだね、これ。アーティファクトシナジーとの相性が良すぎて、ダメージが。で、痛みがね、あるから、HP が減るかなと思いきや、ヘルスシナジーで、全然回復する。回復しまくる。これ現状の最強装備になり得るかもね。それぐらい強い。よし、オッケー。はい、どんどん行こう。もうノンストップで行きましょうか。で、パワーポーション取った時がよ、これ。すごい。もう、落ちた。落ちながら爆発ダメージ食らうんかい。横にいそうね。ラグった。多分横にいるんじゃない？オッケー。あ、いないか。あ、いなかった。全然見当違いなことを言ってたな。じゃあここ上に行きましょう。あ、ぶね。はい、レベルアップ。エンチャの敵も全然余裕です。あぶね。いるね、キャプテンが。下？あ、いた！ここ。ちょっと待って、霊気がいる。霊気はやめろ。OK。おお！ガシガシやっぱ倒せるんで、リフレッシュが発動しまくるね。いい感じ。で、また神秘が来ました。なんだ？モブダメージ 60% 増加。死ぬね、これは。で、最後。何？モブの HP が 10% 増加する。あ、いや、死ぬ。お、危ねえ。おし、全部いける。強すぎる。痛みとの相性も抜群ですね。はい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 。では、このまんま行こうか。あ、トロッコに引かれた。まあ。これ、装備が出るまで、これ使ってていいな。うん。断然いい。なるほど。無謀ね、結構欲しがる人がいるけども、これを使ってみたらね、納得です。とにかく強い。そうか。やられる前にやる感じなのね、これはね。うん、でしかもそれがむちゃくちゃ強いっていう。あ、やばポーションバリア。ナイトモードからね、どんどん出てきます。はい、ということで、結構簡単にクリアすることができました。やっぱりフルメタルの無謀付き強いね。で、理想的なやつが揃うと、うわー、すごいです。263のこれを探し求めたいと思いますけども出ないだろうな。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。